元気くー性能どうも、オカメンです。ガツンです。二人合わせトップグダマライです。本日の企画はですね、独学で始める韓国勉強法は、はい、ということなんですけど、この企画はですね、実際ガンちゃん先生だ。ああ、よろしくお願いします。久々のよろしくお願いします。まあこの企画はね、インスタの DM だったりツイッターの DM ですごく来てたんだよね、前々から。 YouTube のコメントでもね。そう、なんで日本に住みながらいながらもなんでそんなに韓国ができるのかっていう、まあ、ハテナマークを持ってる皆さんがたくさんいらっしゃったわけなんですよ。だけど僕たちは答えたかった。答えたかったね。けど答える場がなかった。なんかあったよ、いっぱい。だから今日ちょっとやっとね、うん、そのちょっと落ち着いてきたので、そうだね、そういった疑問を持った方々に向けて独学からできる韓国勉強法をちょっと僕たちでお話しさせていただきたいと思うんですけど、僕たちね、今までさ、何回かさ、うん、韓国語講座ってのやってきたじゃん、うん、まあ、今回に関しては、うん、中級編上級編というよりかは、うん、もう最初のきっかけ、うん、一から始める人のための、うん、どうやって勉強していいかっていうのをちょっと今日はねご紹介しようと思っております。この動画を最後まで見ていきますと、韓国語を独学で学べて、なおかつ最速で覚えられるかもしれませんので、ぜひ最後まで見てください。そろそろ行ってみよう。え、チャンネル登録してくれてないの？お願い。じゃあまず韓国語を勉強するにあたってどういう手順でやればいいのかなって思った時に、うん、やっぱ一番大事なのは目標を先に決めとくっていうのは僕的には結構大事なんだよね。そうだね。その時になんかちょっと考えてた、オガミョンなりのそういう勉強方法とかあった？僕の中でこれ結構大事にしたっていうのは、頑張りすぎない。おお、どういうことだ。毎日何時間勉強するというよりかは、相手でできる時間、うん、何かの相手でできる時間に数分でいいからやる、それを毎日続けるっていうのを目標にした。毎日、うん、あ、なるほどね。それが結構ね、僕はものすごい大事だと思う。じゃあ1日2時間とか3時間とか。あ、もうダメダメダメ。勉強する人はさ、うん、結構こうやりがちじゃん。うん、多分それは効率的にある。何時間って決めて、うん、いっぱい一生懸命勉強しなきゃっていうよりかは、はいはい、長く続けることが大事と思った方がいいから。なるほどね。毎日毎日続けられる、仕事の合間とか学校の勉強の間とか、うん、長く続けられるっていうのがすごい大事だと思う。じゃあちょっとでいいってさ、うん、赤丸ってな、うん、じゃあこのちょっとの時間におっとんごんぶらいさ、移動時間に単語帳とか、もしくは韓国の音楽しか聴かないから、韓国ビタビタ漬けのビタビタ漬けの K-POP、 大好きな K-POP とかの歌詞を聴いて、それを日本語に訳す。なるほどね。でそれを完璧にするっていうことを、移動時間だったり間の時間で有効的に使えるよう、ね、有効的な時間で韓国を勉強してるって感じかな。だからそれで言うと、好きなアイドルの曲をもう覚える。うん、で僕がここでまたさらに大事なのは、あの何曲も聴かない。なるほどね。1曲をまず全部覚えるってね。そんなに？本当に本当に。意味とか単語とかを全部分かるようにするのが大事だから、僕はあえて1曲とかしか聴かない。歌詞とか、はいはい、どういう時に使うかっていうのも全部、あの背景とかも想像しながら全部覚えてる。うん、確かにね、 K-POP の歌って聞き取れないかもしれないけど、その歌詞を細かく見たら結構日常会話とかでも結構使う韓国語が多いから、歌で勉強するの超いいかもしれない。僕はそうやってね、目標を決めて勉強したって感じかな。なんかガンちゃんは韓国語を接するのを日常の一部に取り組むんじゃれば結構楽だなって思ったの。例えばオガミョンがさっき音楽を聴いたって言ってたけど、うん、僕の場合はドラマを結構好きだったから、うん、ドラマばっかもう中毒みたいに見てた。恋愛ドラマ恋愛ドラマ恋愛ドラマしか見てないんだけど。だから恋愛マスターなんですか。いや、やめてください、やめてくださいよ。急にめちゃめちゃベタですから。韓国ドラマだからね。そうだけど、韓国ドラマとかはちょっとなんかレベルは上がっちゃうかもしれないけど、最初は韓国の子供向けの番組とかから僕もやってた。なんでかって言ったら、そういうのって結構簡単なワードだったり、はいはいはい、簡単なセンテンスを使ってやってくれるから耳に残りやすいし、うん、しかもめちゃめちゃためになる初歩的な単語とか、そうだね、例文を使って言ってくれるから本当に勉強になるんだよね、そういうのって、うん、でそれを聞くだけじゃなくて、聞きながら自分でちょっとモノマネをしてみたら、俺パブモゴスって言ったら、あのパブモゴスみたいな感じで、下手でもいいから、うん、そうだね、まず口に出すっていうのが一番大事。あと恥ずかしがらないのが一番大事だなと思った。確かに確かに。ちょっとやっぱさ、日本の方ってさ、スズブニがおもちゃもあんじゃな、うん、だからちょっと自分が行った観光どう思われるかなとか、ちょっと自分で言ってるの恥ずかしいとか思っちゃいがちだけど、うん、全捨てで、うん、その自分が喋ってみるっていうのが結構大事かな。独り言とか僕は結構ね、ぶつぶつやってたから、ね、周りからあいつおかしなやつだなと思われてたかもしれない、うん、
なるほどね、けどそこはもう無視して、うん、俺は結構韓国語勉強したね。じゃあさ、うん、これがちょっと慣れてきてさ、オガメンが日常の空き時間にさなんか韓国語勉強するって言ってたけどさ、もうちょっとそれが慣れてきたらさどういう感じで言ってたの？僕はね、うん、あの環境を韓国にする。これはどういうことかっていうと、僕はね、うん、日本で生活しながら、うん、韓国人しかいないところでアルバイトしました、うん、なるほどね。これで、うん、もう韓国の方だから、会話するときは全部韓国語、うん、もちろん日本にあるから日本語も喋れるけど、うんまあ、日本語を勉強中の韓国の方だから基本プライベートでは韓国を使う、うん、でもそれで結構一番伸びたかもしれないけど、やっぱ動画を見てる人でさ韓国人といざ喋ったらさちょっと恥ずかしかったりさ伝わるからっていうトゥリョームがあってさ、なかなかできないと思うんだけど、そこはどうやって打破したの？僕は恥ずかしさっていうのがもうないのよ。あーもう全裸でも全裸でもトークできるぞみたいな全然もう何十年前それ置いてきちゃってるから、はい、もうそれはないし、置いてこないでほしいけどだからそれがね難しいって方はもちろん留学っていう選択もあるよ、うん、環境を留学で韓国に来るっていう選択もあるけど、やっぱ環境を変えるっていうのは成長する上でものすごく大切だったの僕は思う。そうだね、僕もなんか留学したことあって、うん、もう完全に日本人がいないところっていうところで決めた、うん、でも今はさ結構8年前と違っても韓国ブームだからさ、うん、もう日本人の方結構多いんだよね、うん、だから、結構日本の方と固まっちゃうのは分かるんだけど、うん、僕はもう一切日本語使わなかったから、うん、韓国で留学韓国に留学してる時は、うん、だからやっぱり環境っていうのはねものすごい大事だし、それがやっぱもう身につくともう忘れない。なるほどね、うん、だから結構環境はすごい大事だと思う。あとちょっとこの話はなんかレベルがちょっと上がっちゃうんだけど、単語とかそういう文章とか覚えたいなっていう時に一夜漬けの一瞬だけの勉強で探してみたりとかじゃなかなか覚えられないと思う、うん、その時に僕が結構やってたなんかスキルというか、はいはい、ハウトゥー法があって、それは何かって言ったら場面で覚えちゃうイコール記憶で覚えるっていうなんだけど、例えばさ分からない単語があって携帯とかで調べてさあこれねで意味を書くだけじゃ多分覚えられないと思うんだよ、うん、だからその単語の前後の文章を使ってこのセンテンスでも全部覚えちゃう。なるほどね。っていう時間が長ければ長いほどその単語は自分の記憶に残るから、うん、そうだね。それが結構僕はやってたかなって感じ。ああ。単語単語で覚えちゃったら単語だけが先行して結局喋りの時スピーキングの時は全くなんか分からないってなるから、うん、あこの単語は聞き取れるけど前後のやつが分からないってなってるから、うん、その単語を覚えて前後の文章をつけて自分なりにやってみたら それは一石二鳥なんだよね。本当だ。だから俺はそういうことをやってたかな。だから暗記って結構難しいじゃん、うん、だから暗記するよりイメージで覚えるってことだよね、うん、そうそっちの方が、頭の中で処理しやすいよね、うん、そう、うん、だ楽しい記憶って覚えてる。覚える そ, その感覚そうう、ね、だからその韓国語ってなんか覚えるのもなんか楽しいって思いながら勉強するのも結構ありかもしれない、うん、だって常に楽しかったらさ楽しい記憶がさ脳にはさ、うん、残りやすいから苦じゃなくて楽としてなんか見たら結構韓国語も覚えやすいかなって僕は思うかな。僕もそれで言うと結構コメントでさ、まあ、どうやったら早く覚えられますかってコメントが結構来るんだけど、うん、正直外国語を勉強する上で早く勉強する方法はないです、うん、もう本当に急がば回るです、うん、どれだけ時間をかけて勉強できるか急がば回るでゆっくり、うん、ゆっくり自分の続けられるペースで覚えていく方が早く覚えれます、うん、そっちの方が早いです。だから僕はもう8年今勉強してるけどやっぱまだまだ足りないし、それこそおかげさまで環境韓国だからさ、どんどん韓国はもっと上手になってるような気がするし、もう今でもね勉強はしてるから継続してずっと続けられるし、やっぱそのモチベーションは韓国が好きだから保ててる気がするから、モチベーションも下げないように自分で工夫するのも大事だね。はい、ということでね、ちょっと久々に韓国語勉強法はどうやってやればいいかとか、まあ、独学でどうやって始めればいいかについてお話ししたんですけど、僕たちが言ったのってただ僕たち2人がこうやってやったっていうだけで、皆さんにこれが合ってるか合ってないかは正直わからないけど、これは一つのヒントとしてみんなにねなんか感じてほしい、うん、あこれをそのままやればいいんだ、じゃあ私もこうやってできるんだじゃなくて、ヒントをもらってあじゃあ私はこういう性格だからこうやろうとかああやろうっていう感覚で自分らしさを持って韓国語勉強を励んでほしいなって思った、うん、まあしかも、まあ、僕たちはね経験上韓国を習得したから、あこの経験はもう嘘じゃないじゃん、うん、だからね、まあ、これをどうにかみんなのね、うん、ヒントになれば嬉しい ね最後までご視聴ありがとうございました。この動画面白かったためになったという方はいいねコメントチャンネル登録よろしくお願いします。僕たちチャンネル登録20万人目指してます、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。各 SNS 概要欄に貼っております、ぜひフォローのお願いします。それでは次の動画までバイバイ。감사합니다. 완전 좋아.